ニガヨモギは、菊クヨモギ族の多年草あるいは、赤ん木である。小薬名は、クモグサといい、英語圏では、ワームウッドとも呼ばれる。群生するニガヨモギ高さは40から100センチメートルほどで、全体を細かな白髪が覆っていて、独特の匂いがある。葉は15センチメートルほどの鵜上服用で固成する。葉の表面は、緑白色。裏面は白色。花期は7から9月で。 多数の黄色い小さな花を塩水状につける。原産地はヨーロッパ、北アメリカ、中央アジアから東アジア、北アフリカにも分布している。日本には江戸時代末期にトライした。葉、枝を権威薬、苦虫薬として用いる。干したものを袋に爪衣類の防虫剤として使う。清涼飲料水、リキュール、ハーブ酒などに香り付けなどの目的で使われる。 食品添加物として認可されており、競技ではカフェインと同じく組み量に分類される。ニガヨモギを用いたリキュールでは緑のマシとも言われるアブ酸が有名だが、白ワインを主にニガヨモギなどのハーブをつけたチンザノなどのベルモットの方が一般的である。一度にたくさん摂取すると含まれるツジョンにより、嘔吐、神経麻痺などの症状が起こる。また、 習慣性が強いので連用は危険である。学名のアーテミシアは古代ギリシャ語のロータウィプシロンミュイオタシグマアルファー、つまりロータウィプシロンミュイオタに由来する。ヘルニズム文化において、アルテミスは狩猟を司る女神であり、森林と子供の守護者でもあった。由来としては、カリアのマウスロス王の妻であり妹であった王妃、アルテミシアにちなんでいると説明されることもある。マウスロスが、 紀元前353年に亡くなると、彼は、ハリカルナッソスに王を忍んで造営された巨大な墓で、あるマウソレウムに埋葬された。この遺跡は、現在のトルコのボドルムにある、ワームウッドという言葉は中英語のワームウォート、または、ワーモードから来ている。ウェブスターの新国際英語辞典第3版は、語源を古英語のワーマドに求めている。一方で、オックスフォード英語辞典はその見出しにおいて、 語源は曖昧と記号している。ニコラス・カルペッパーは自分が書いた1651年の英語で書かれた両方を理解するためには、苦いヨモギこそ重要であると主張していた。しかしリチャード・メイビーによれば、カルペッパーによるこの文字通りに苦い味のする植物である苦いヨモギに関する記述はまるで意識の流れを用いた他のハーブとは違う書きぶりで、メイビー曰く。 酔っぱらいのたわごとのように読める。一方で、カルペッパーの伝記を書いたベンジャミン・ウーリーによれば、これは人生の苦味に関するアレゴリーの可能性があり、実際カルペッパーは生涯をかけてエスタブリッシュメントと戦った人で、その結果として投獄されたり、手ひどく傷ついたりしたのであった。ウィリアム・シェイクスピアのロミオとジュリエットにも苦いもぎは登場する。第一幕三ンで、 ジュリエットのウバに、そこで、私がおっぱいに苦いよもぎを塗ったものですからという、セリフがある。これは、当時3歳だったジュリエットを離乳させるために、ウバが苦いよもぎの苦味を利用したものであった。ジョン・ロックの人間知性論でも、苦いよもぎが苦さの関連の例示のために用いられている。子供は明らかに言葉を話す前から、甘さと苦さの関連の違いを知るのであるから、その後に、 苦ヨもぎと飴玉が同じものではないことを知っている。ことは言うに及ばない。新約聖書における、ヨハネの目視録には、クヨもぎという名の星が空から水源に落ちたために、水の3分の1が苦くなって、多くの人が死んだ、という予言が出てくる。リチャード・メイビー、ウィーズ、ザ・ストーリー・オブ・アウトロー・プランツ、プロフィール・ブックス・リミテッド、PP。 1 0百2 0 3 i s b n 978から1から 846680816http コロンスラッシュスラッシュ www.gutenberg.org スラッシュ eboks スラッシュ10615リベレーション8時10分 -11 バイブルゲートウェイ2018年11月28日閲覧ウィキスピーシーズには ニガヨモギに関する情報があります。ウィキメディアコモンズにはニガヨモギに関するメディアがあります。ありがとうございます。